おかえりなさい。まずはお部屋にランドセルを置いて、そうそう、まずは手を洗おうね。指の間や手首も洗って、しっかりと30秒かけて洗ってね。うがいも忘れずに。部屋着に着替えたらリビングに行ってみよう。みんな、ただいま。今日のお夕飯は何かな。リカちゃんもお手伝いするよ。今日の宿題は国語と算数だよ。あれあれ、ちょっと苦戦してるみたいだね。宿題が終わったら自由時間。今日のひまりちゃんの動画をチェックしないとね。あ、パパが呼んでる。お夕飯ができたみたいだね。家族みんなでいただきます。お夕飯の後は家族で順番にお風呂に入るよ。リカちゃんはお風呂に入る前に必ずブラッシングするんだって。そうすると汚れが落ちやすくなって、シャンプーの泡立ちも良くなるよ。湯船に浸かりながらお顔のマッサージをしてリラックス。気持ちいい。お風呂上がりには忘れずにストレッチ。血行が良くなって夜よく眠れるんだって。今日紹介したアイテムはこちら、レインボーファンタジー。チャイムでピンポン、家族でゆったりさん。チャンネル。あれ、そろそろ眠くなってきちゃったかな。じゃあそろそろベッドに入ろうか。明日の学校も楽しみだね。それじゃあリカちゃん、おやすみなさい。チャンネル。今日のリカチャンネルはどうだったかな。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。